はい、ニーハオ、こんにちは。農民のチカです。はい、違いますね。はい、建築系 YouTuber チカ、違いますね。もうね、最近これしか持ってないです、ずっと。ダイビングね、正直あんまりしてないんですよね。ちょっと工事する方がもうちょっとメインになってまして、ダイビングする方が副業みたいな感じになってます。今台湾緑島ですね、朝の9時です。時差で言うと日本の方が1時間早いんで、10時ですね。今日本が10時だとしたら台湾は9時ですね。で台湾に来て、台湾緑島に来て、まあ大体2週間ちょっと経ちました。ちょっと感想ですね、第一印象というかファーストインプレッションは暑い、めっちゃ暑いっす。太陽ギラギラ、超暑い。もう真っ黒になります。見ます？どうだろう、この見えるかな、これ時計の跡なんですけど、めっちゃ暑いっす。で、まあ炎天下の中、ちょっとね仕事させてもらってるんですけど、で気温がまあ基本33から34度ぐらいかな。で日陰に入るとまあ涼しいです。で風がないときはめっちゃ暑いんですけど、風があるとき、夏の時期はだいたい南から風が吹くんですよね。その風があると、涼しいです。まあ、日陰で、まあ、ハンモックとかやって、そのままお昼寝なんかも全然できます。で夕方になるとね、蚊が少ないってこの、前の動画で言ったんですけど、蚊ね、むっさ多いです。ごめんなさい。蚊めっちゃ多いです。で、タイの蚊も大きくて、噛んだらすごい痛いじゃないですか。まあ痛いじゃないですかっていう、まあ知ってる人しか知らないんですけど、かーこっちもでかいんですよね。で噛まれると痛いっす。はい、まあ島生活、全世界中の島、まあどこもかー一緒なんやなと思いました。まあいろいろね、こっち緑島今生活始めてみて、いいことも、いいことも、いいことも、いっぱいあります。なんだろうな、まず、バイクが多いですね。で旅行者が今やっぱすごい多いですね。国内の、旅行する人なんかすごい気持ち悪い髪の毛になってますけど、こうやっていきますか。はい、国内台北からだとか台東とか、あとは高雄、ガオション、台南とか、台中ですね、そういう大きな都市からやってくる国内旅行者がすごい多いです。で今は学生の夏休みになるんで、台湾の。なので、すごい気になりました、これ。はい、穴開いてます。うん、これね。こうすぐ目つきできるよね、もう穴開けてます。これ使いながら仕事してます。で、何やったっけな、そうですね、バイクが多い、バイクちゃおう、あ、旅行者が多いってことですね。週末になると金曜日から土日にかけて、めちゃくちゃ人多くなります。だいたい 2泊3日で来る人が多いんですよね。緑島の基本的な旅行プランは2泊3日で来る。で緑島に来たらやっぱりダイビングが多いですね、マリンアクティビティが、ほぼ占めてるかなと思います。シュノーケリングしたりとか、ダイビング、スクーバダイビングしたりだとか、あとはフリーダイビング、フリーダイビング結構多いっすね。周り見るとフリーダイビング多いな。フリーダイビングってそのまま息継ぎなしで水面というか、水入る前にで息吸ってそのまま潜る、で息継ぎなしで、水中で遊んでそのまままた上に上がってくる、これマリンアクティビティで、スキンダイビング、フリーダイビングですね、これが多いかな。うん、で台湾でもまあフリーダイビングやって、まあ、SNS がかなり台湾でも人気なので、まあ、それに載せると。台湾の SNS は、まあ、インスタグラム、若い人はインスタグラム、大人の方は、Facebook は使うことが多いかな。で Twitter もやってる人多いんですけど、そんなに世界の人口で比べると Twitter やってる人あんまりいないような気がします。ほぼインスタか Facebook かな。まあ、それに載せるために、結構フリーダイビングして、パシャリパシャリと、水中写真、綺麗な写真を撮ってそれに載せるっていう目的でやる方も、多いような気がします。まあ、ほぼそうですよね。
多分全世界中、まあほぼそうでは、まあ決めつけ、勝手に決めつけてますけどね。で、まあ土日人が多くなると、で今まあ平日になるとちょっと人はね、少なくなってきます。あとはご飯ですね。食べ物、物価、島の物価ちょっと高いような気がするな。やっぱり運賃費もあるし、島なんで。で、一回おもろかったんが、あの町の繁華街に、お土産屋さんがあるんですよね、まあ、緑島の、お土産屋さん、緑島で採れたみたいな、そういう感じのお土産屋さんなんですけど、全部本土から持ってきて、そこでお土産売って、で本土の人がそこでお土産買うと。本土で買った方が安いんちゃうかなと思うんですよねなんかそういうのもあったりね。町の中にね、緑島セブンイレブンとファミリーマートがあります。コンビニ2つだけかな。で食べ物屋もレストランとかもいっぱいあるんですけど、やっぱりね旅行者価格ですごい高い。どれぐらい高いんですかって言われると、ちょっと具体的には言えないんですけど、ざっと入ってみた、あこれだけでこんなにするんやっていう感じの値段かな。うん。で、夜7時8時になるともう旅行者レストランとかいっぱいなるんで、それまでにまあ外でご飯食べるんやったら地元の人はそれまでに、買いに行かないと食材がなくなるとかね、ご飯がなくなるとかよくあります。で地元の人はどうしてるかというと、まあ自分たちキッチンがあるんで、食材買って、まあ、自分たちで作る、もしくは、まあ地元しか行かない、まあちょっとした食堂があるんでそこで食べるとか、まあそういう工夫をしてます。旅行者の方は、泊まると宿泊するともうキッチンとかも一切ないんで、外にご飯を食べに行くような感じですね。あとはまあバイクが多い、基本ですね緑島、まあ、バイクがないと生活はできないですけど、まあ僕らはバイクがないと絶対生活できないですね。島の中にもいろいろ観光地があります。バイク乗って一周で多分30分か40分ぐらいで一周できるんじゃないかなと思います。まあ、お昼やるとねもう真っ黒になってすごい日焼け痛いんですけど、だいたいそれぐらいで一周できるかなと思います。で、島の周りにもいろいろ観光地があるんで、ちょっと丘のところ登っていい景色見たりだとか、海岸沿いを走る道とかもいっぱいあったり、ちょっと日本とは違った海岸線の、トンネルみたいなところもあったりとか、面白いです。緑島はあの基本なんか白い砂のビーチってあんまりないんですよね。こうなんかゴツゴツしたような、ビーチ海岸線があって、火山でできてるんですよ緑島。なのでこうダイナミックな、地形がいっぱいあるような感じですね。で緑も自然、緑の自然が、未だにすごい残ってますと思いきや、観光地化されてるね、そういう西側だとか、南側だとかなんかあるところはすごい観光地化されてて、今も宿泊施設だとかリゾート地が建てられてる、工事されてる部分も結構あります。まあ緑島までね、来るのは台北から電車、まあ列車ですね、列車に乗ってだいたい 5,6 時間ぐらいかな、 5,6 時間かけて列車で来て、でそっから台東っていうところに来ます。台東っていうところから港まで行って、港から船で50分で緑島にくっつくと。でこの時期ハイシーズンっていうか、まあ日本と同じように夏の時期ですね、この列車のチケットが結構取りにくい。なぜならもう満員になるから、旅行される方は結構早めに旅行プランを立ててチケットをもう買う方が多いです。まあもちろんねその当日に買えるのもあるんですけど、なるべく早めに買った方がいいと。まあほとんどもうインターネットで見て、で英語のインターネットもありますし、日本語のインターネットはないかな。まあでも Google 翻訳でね、この日空いてますよっていうのはすぐパッて出てくるので分かりやすいんで、それ見てチケットを、ゲットして、来る。なんかいろいろさらっと喋りましたけど、今ね僕ねこんな感じのところにいますだいたいここ3階なんですけど、このウッドデッキまあまあできてきました。でここからの眺めですがこんな感じです。ちょっとあれですね、光の加減でこういう感じでいいか。
もう目の前ね、海の景色です。この前もカフェだったり、左は、夜になるとバーになります。あれ、ここねめちゃくちゃ有名です。いつも朝10時ぐらいからもう人がてんこ盛りになります。こんな感じで、まあ、完成すると、まあ、お昼夕方ここ、めちゃくちゃ眺めいいところで、まあ、カフェみたいな感じにもできるんじゃないかなと思います。台湾の緑島から、農業系 YouTuber、ちゃいますね、建築系 YouTuber、 ダイビング系 YouTuber になりたいんですけどね。はい、まあダイビングできるようにね、ぼちぼちしていきますんで、まだねいろいろ動画上げていきますので、皆さん、暇な時、僕の YouTube チェックしてください。いやでもね、歯どうですか、僕歯結構顔黒くなって焼けてきたから、もうめっちゃ歯がもっとね白く輝いてきました。松崎しげるみたいなって思っちゃう緑島から地下でした。ありがとうございました。バイバーイ。